はい、えー、竹内です。こんにちは。こんばんはということで、今回はですね、えー、新馬戦で勝利したコースへ戻ってきた場合、狙える狙えないということで、ちょっと簡単なね、えー、まあデータのね、紹介なんかしたいなと思います。で、えっ、ー、と、そうですね、やっぱ新馬戦で勝利しているコースだと、なんかそこへね、しばらくして戻ってきた場合とかに、僕はね、結構ついつい狙っちゃうというか、やっぱ新馬戦で勝っていいイメージがある場所、 っていうこともありますので結構ね人気薄の時にうんワンチャンあるかなみたいな感じで狙ったりしてたんですけれど、まあ、データで見るとそれが正しかったのか、えー、間違いだったのか、えー、っていうことをねちょっと今回のこの検証で分かりましたのでこの情報をねシェアしたいなと思っておりますなので、えーまあ、テーマとしてはですね新馬戦で1着になったコースにその後出走した成績というところで見ていきたいと思います で、もういきなりね、あの、成績というものを出しました。で、今回、えー、戻ってきた場合ですね、デビュー戦勝ってる、新馬戦でね、勝ってる場所に戻ってきたという状況になるわけなんですが、結構これがですね、まあ、びっくりですかね。うんで。何がびっくりしたかと言いますと、まあ、1番人気の勝率が36%あるので、高いですね。はい。で、2番人気、3番人気、4番人気までもね、高いんですよ。回収率も、あの、まあ、えー、勝率ですね。はい、勝率が高い。 っていう感じなんですけど、えー、人気薄の場合ね、全然来てないですね。うん、だこれはちょっとね、僕的にはやっぱ意外だったので、やっぱショックですね。結構僕は狙っているので、二桁人気とかでもまあ、ね、デビュー戦勝ってる場所で、うん、戻ってきたんでっていう感じでね、狙うことがあったので、これは結構ショックな結果となりました。 で、まあ、今のね、えー、成績を、まあ、年度別に、まあ、すべてね、該当させる。まあ、2015年から調べているので、2015年のね、該当数が少なくなってるんですけど、まあ、どの年度を見ても、トータルで見たら、えー、まあ、最悪に低いですね。はい、えー、っと、うん。そうですね、もう、めんどくさかったら人気の馬の方も含めて黙って切って狙った方が、馬券的にはね、効率がいいんじゃないのかという結果になっておりました。 ただね、やっぱね、変えるケースっていうのもね、探したいと。やっぱりあの、まあデ、データ、データもうバケモン僕大好きですからね。そういうところをちょっと妄想したんですけど、じゃあ、新馬戦で、今、1、2万人気、人気に押されてて1着だった馬。っていうことは、ま、あよくね、僕言いますけど、やっぱ新馬戦で人気になる馬って、どうしてもあの、情報が少ない中なんで、ま、決闘であったりとかね、調教であったりとか、えー、そういうものが、まあ、あのー、 優れているか、えー、良いとされるか、うんあのまあ、競馬新聞の記者の人に評価されるかというところがあったりしますし、まあ、その構成の、ね、適性とか、そういうものもあるだろうというところがあったので、まずね、新馬戦であの、まあ、上位1、2番人気で1着になった馬っというふうに限定をしてみました。で、デビュー時の馬体重460キロ以上と設定したんですけど、やっぱりですね、 あの、よくね、このまあ動画、音声でも言いますけど、やっぱ競馬って馬体重が大きい方が有利だったりしますし、うん、やっぱデビュー時にちっちゃい馬が、例えば440キロの馬が、ね、そこから20キロ増えても460にやっと届くというような状態なので、まあ、やっぱ伸びしろね、成長力っていうのを考えると、やっぱ大きい馬の方がベースがあ,ーあるというところで、デビュー時に、うん、馬体重460キロ以上という、この2つのね、状況を、えー、条件を、えー、加えてみました。 で、え、それに該当している馬が、え、その後ですね、え、同じコースに戻ってきた場合の成績がこちらなんですけど、まあ、人気を若干、増えてはいるんですけど、回収が。でもやっぱり人気ですね。うん。その上で今回も人気を背負っている馬、まあ。だからまあ、まあ、次のレースでね、え、そのコースに帰ってきた場合ももちろん含まれてしまうんですけれど、えっと、 まあ、その後にね、あのー、いい競馬をしてるとか、活躍をしているとか、っていうことがあって、はい、評価されている上で、うん、あのー、まあ、もいきなり勝っているコースに戻ってきたっていうのはね、人気だったら信頼できるんだなっていうのがね、この数値で分かりました。1、えー、番人気に関しては勝率が44.4%もね、あるということで、なかなかね、ここは、 あの、馬券から外せないな、というところですね。やっぱ2番人気でも勝率が30%近くあるというところになってきますので、はい。やっぱり結局人気どころなら変えるっていう結果としては変わりませんでしたけど、デビュー戦で1、2番人気で1着になってる。で、460キロあった馬が、えー、まあ、あの日、あの時、あの場所で走った、なんか歌みたいになっちゃいましたけど、に戻ってきた時には、えー、狙えるぞというような、えー、結果になっていることが分かりました。 はい。まあ、えー、もちろんね、あのー、今後もね、このような結果が続くとは、えー、限りませんが、えっ、ー、と、まあ、2015年ぐらいから、えー、見ているデータなので、結構ね、データのボリュームとしてはありますので、なかなか信頼に値する結果なのかなと思いますし、うん。まあ、理屈もね、えー、ある程度通っている。まあ、1、2番人気で、あの、で、1着でって460キロ以上でっていうところを足すと、結構ね、理屈も通るような、えー、条件になってくるということもありますので、結構ね、あの、注目したいなと思っています。はい。で、うん。 まあ今ね、新馬戦始まりましたけど、まあ新馬戦どこでデビューしたかな、みたいな。新馬戦で勝った馬のをチェックしておいて、 その先ですね、えー、バッサリ切れるようなね、あの、人気薄のデータもありましたし、絶対押さえといた方がいいっていうようなね、人気上位のデータもありましたんで、結構ね、両面で使える。なので、まあ、狙える、狙えないって、えー、書きましたけど、狙えるものも狙えないものもちゃんとはっきり分かれていたなというような、えー、結果になりました。はい。まあ、そんなわけでね、今回あの、新馬戦で勝利したコースで戻ってきた場合というテーマで、 ま、情報の方をね、シェアさせていただきました。えー、ぜひね、チャンネル登録していただけたら嬉しいなと思っております。竹内でした。さようなら。